上杉影勝、上杉影勝は、戦国時代から江戸時代前期にかけての大名、豊臣政権の御大老の一人、米沢藩の初代藩主、上杉宗家、三内上杉家十七代目で、道家十六代目、上杉謙信を過疎とする米沢上杉家二代目、上田町美家出身で、署名は長脇影、同じ長尾家出身の上杉謙信の養子となり、 なお、上杉陰勝と改めた。実施のいない、謙信の死後、上杉家の家督相続を争った、お盾の乱で勝利し、謙信の後継者として、上杉家の当主となった。豊臣秀吉に仕え、豊臣家御太郎の一人として、合図藩百二十万国を領した。秀吉の死後、徳川家康が、継承討伐に向かい関ヶ原の戦いが、幕開け、継承は、 石田三成ら西軍に付き敗北。戦後に、徳川栄康から、上杉氏の存続は許されたが、米沢藩三十万国へ憲法となった。宝寺元年、1556年、越後国魚沼郡上田省、現、新潟県南魚沼市の坂戸城下に、上田町尾下当主、長尾正景の次男として生まれる。聖母は、長尾景虎、後の上杉謙信の実子。 戦闘員である。継承の母方の祖母、長尾ため影の妻で、戦闘員の母は、上条上杉壇上小失の娘であり、また、継承の父方のひいばば、上田長備傍長の母も、上条上杉家の娘である。したがって、継承は、父母双方から、本来の上杉氏、上条上杉や、越後守護上杉家の血を引いていることになる。 長家が創生したので、生死となるが、永六七年、千五百六十四年の父、長尾正影の歴史を受け、春日山城に入って、叔父、謙信の養子となり、謙信、継承と二代続けて、長尾家出身者が、上杉家の家徳を引き継ぎだ。外祖父である、長尾玉影の家系は、玉影の祖,祖父、内啓の代から一五四五代を務め、玉影の代で、 上杉沢姉を擁立し、上杉夫妻義を自陣させている。その後、ためかげと沢姉の中は悪化したが、祖父の傍聴、当時の上田長尾家当主は沢姉に味方していた。A69 年、1566年に行われた、謙信の関東出兵が初陣であると言われている。以降、継承は、上田衆を率いて、越中国の将、椎名安種の取りや、 謙信旗本の吉江市県の軍役を定めるなど、謙信政権下で重要な役割を担っていく。天正三年、1575年、なお、長尾秋影から上杉影勝、一説では、長尾影勝に改めるとともに、謙信から、団上消失の関東名を譲られた。同年の、上杉家軍役長によると、総勢375人の軍役を負担し、 謙信への損傷であった、小見城様と似た呼び名である、御中嬢様として、上杉一門衆筆頭に記載される。天正六年、1578年3月13日、謙信が死去すると、後北条氏から人質として出され、謙信が、養子に迎えた、上杉影虎との相続争いが勃発する、お立の乱。 これは謙信が後継者を指名しないで休止してしまったことや、越後国の長尾諸家を中心とした何代にもわたる権力争いなどの複雑な事情が背後に絡んでいると言われる。3月24日、いち早く、春日山城本丸と金倉を選挙した継承側が有利となり、春日山城下のお盾、上杉則政の屋敷に立てこもった影虎と争う。6月には、 交渉同盟に基づき武田勝頼が、継承、影虎間の朝廷のため、新越国境まで出兵すると一転して継承は、窮地に陥った。しかし、東上野の活情と黄金城等を条件として、武田氏と和睦したことによって、武田家の後ろ盾を得た継承は戦局を覆した。またこの時に勝頼のいぶ妹、と、菊姫と婚約し、 翌年9月には、正室として迎えることで、公越同盟を結び、武田との関係を強化した。なお、勝頼は、三河国の徳川氏が、駿河国に侵攻したため、同年中に、越後から撤兵している。天正7年、1579年、影虎正室である実施、妹とも、清志委員は、継承からの幸福勧告を入れずに自害。同年3月、 和議を申し出ようとした、要祖父の上杉の政が影虎の着難、道真丸と共に何者かにって打たれるなど徐々に立場を悪くした影虎は自害する。翌天正八年、1580年には、越後国の豪族も追従し、継承は、名実ともに、上杉家の当主となった。そして戦後処理では自分に味方した豪族への恩賞は、抑えて、上田長尾系の家臣を大見に取り立て、 謙信と共に戦った国人衆は、影虎方だけでなく、地派までも粛清して、上田町美家が完全支配する体制を置いていく。上杉氏は、謙信期の天正4年に、本願寺との和睦によりお出しと敵対関係になって、いたが、お盾の乱の混乱が続く天正9年、1581年、乱の恩賞問題により、対立状態にあった、北越後の柴田茂家が、 織田町と通じて造反した上、柴田勝家率いる四万の織田軍に越中国にまで侵攻される。翌年には越中国への出陣を約束していた武田氏の滅亡によってその後ろ盾を失うなど、植杉家は滅亡の危機に立たされた。天正十年、1582年、織田軍五万は越中国をほぼ制圧、城の戦いし、天神山城に入城して、 織田の大軍に備えていた継承は窮地に立たされる。ウオズ城落城の直前、継承は、ウオズ城の首相たちへ激励の手紙を送っている。この中で、継承は、城の首相一人、和人の、かつての武君や、これまでの忠義を褒めたたえている。しかし結局、ウオズ城は落城、守りの将たちは討ち死にを遂げた。この年の五月、傾昌が佐竹義重へ送った書状には、 自分は、良い時代に生まれた。六十四州を相手に、越後一国をもって、戦いを挑んで退治し、滅亡することは、死後の思い出であると綴られており、継承は、玉砕覚悟で信長との決戦を決意していた。窮地に立たされた継承だが、六月二日、信長が、本能寺に手自害、本能寺の変したために、織田軍の北西は頓挫し、 上杉家は旧市に一生を得た。しかし、小田氏の進行に加えて、お立ての乱後の混乱が長期化したため、領内に対する統治力が低下したことから、剣心が一代で拡大した上杉氏の国力は、著しく衰退した。また、継承の上田州長用に不満を持ち無法にした、柴田淳江と北条京にて戦い、菅名田島守、水原三家、上野久兵衛羅名のある大将を打ち取られ、 安田の元が重傷を負い、継承自身も、いまいち歩みというところまで追い詰められる大惨敗を、喫した、北条京の戦い。本能寺の変を知った、織田北西軍が、両国に引き上げた隙に、須田光地下が、ウオズ城を回復。また、品濃黒人衆が川中島を統治する、森長吉らに反乱を起こしたのにこうし、上杉軍は、北品濃に侵攻した。同様に、 上野国を支配していた、滝川一益を追った、北条氏直と品野の領有をめぐって争うが、北品野四軍の上杉法への割譲を条件に、講和した、天正人護の乱。その後、小田政権において対等した、橋場秀吉、豊臣秀吉と吉見を通じ、天正11年、1583年、静ヶ岳の戦いでは秀吉より、越中国侵攻を命ぜられた。 しかし、柴田方に組み下、笹成政と睨み合いになり動けず、須田光地下も同年中には、呂津城から品の海津城、松城城へ退転した。天正十二年、1584年、小牧、長久手の戦いでも秀吉方につき、佐坂神の庭県兵から宮崎城を奪還する。天正十三年、1585年、富山の役でも秀吉に味方し、 笹成政を建成した。また同年、品の国地下方軍、上田及び、上野国あず郡軍、岩光利根軍、沼田を領有する、真田正幸を一時的に従属下に置いた。天正十四年、1586年6月、上落して秀吉と会見し、養子、畠山義金、当時は、上杉勢を人質として差し出して侵入し、明脈を保った。 その際に、越中国の天神山、宮崎伊勢と上野国の東、ずとね、品の国小さ型軍、真田氏の豊臣大名としての独立の領有を放棄、代わりに、下越の柴田氏の討伐や、では国省内地方の切り取りを許可される。この時、継承は、大木町天皇に拝越して、左近江少将に任じられた。天正15年、1587年。 秀吉の後ろ盾と協力を得た継承は、長年にわたり、構想状態にあった柴田重家を打ち、柴田重家の乱、再び、越後統一を果たした。同年、笹成政の日後天保により、越中国新川軍が、前田領とされ、成政に備え土井正茂ら将兵を入れていた、天神山城と宮崎城を、前田利長の家臣、青山助渡森に明け渡す。大,大地としては、 同年に発布された総武事例にかかわらず、佐渡、出羽両国は、上杉家の切り取り勝手とされた。天正十六年、1588年、本城茂町、吉勝富氏は、省内に侵攻し、十五里が原の戦いで、最上軍に勝利、省内三軍を手中に収めた。同年には、継承は再び上落し、豊臣政と橋場の名字を可視され、 6月15日13位、3位に少女された。天正17年、1589年には、佐渡国の本間市を討伐し、佐渡国を平定した。これにより、越後、佐渡2国に、信濃川中島4軍、出和省内3軍、合わせて91万国余りの支配領域が、確定した。天正18年、1590年、 秀吉の小田原征伐にも、山浦渓谷を先方として出兵し、前田敏家や佐野田正幸らと共に、上野、武蔵の北条法書城を攻略した。文禄元年、1592年、秀吉の朝鮮出兵が始まると、五千人を率いて、非全国名古屋に駐屯し、翌文禄二年、1593年の6月6日から9月8日まで、秀吉の名城として、 家臣の高梨より力を伴って、朝鮮にいる。この時朝鮮半島における、日本軍最前線基地として、熊川に、城、馬城を築城している。文禄三年、1594年には中納言となり、越後中納言と呼ばれた。文禄四年、1595年1月、秀吉より、越後、佐渡の金銀山の支配を任せられた。同年、 豊臣家の大老に任せられ、小早川高景の死後、継承を含む5人の大老は、豊臣家後大老と呼ばれるようになる。慶長3年、1598年、秀吉の命により、合津120万国に数を違法され、以後は合津中納言と呼ばれた。丘陵地から引き続き統治が認められたのは、佐渡一国及び、越後国の国一部。 東神原と羽国省内のみで、あとは、伊達市の領地だった、出和国の大玉地方、道の区国の伊達郡、篠部郡、勝田郡と、伊達政宗が征服した会津地方であった。また、各地は、山地で隔絶され、現在でも、交通の難所と呼ばれる峠道で結ばれているだけで、あった。常に北側に境を接する、最上義よ伊達政宗と衝突の危険性があり、 宇都宮十二万国に、現違法された我モ氏に代わり東北諸大名と、家康の監視と建成という重大な使命が課せられ、結果的に、家康との対立は避けられないものとなる。継承は、要となる、米沢城に、加老の名を得、金次を配置、対伊達市最前線の白石城の天春景次、福島城の本城しべる町、柳川城の須田長吉、 東前寺城の志田義秀を指揮させた。慶長三年1598年8月、秀吉が死去すると、加老の名を得かねがご奉行の石田三成と婚姻にあったことなどの経緯から徳川家康と対立する。同年9月、秀吉の葬儀のため上落。慶長五年1600年2月になると、慶長は夏までに、 領内所城の補修を命ずる。3月になると、鶴ヶ城が将来手狭になると考え、合図盆地のほぼ中央に位置する高座市に新しろ、講座市場の建築を命ずる。4月、家康から上落して、領内所城改修の申し開きをするように、召喚命令が出るがこれを拒否する。この召喚命令は継承を排除するための策だと、見られている。この際、加熱具による、 挑発的な返答が、家康の合図性伐を煽ったとされる、直江城。家康は大軍を率いて、継承討伐に出陣し、継承は、口座市場の特艦工事を命ずるが、6月になると、不審を中断して、家康軍の対応にあたる。7月、討伐に向かった、家康の留守中に、三成らが挙兵、関ヶ原の戦いし、家康が成常するとなると、合図から出兵。 東軍に組みした、伊達政宗や最上義光らと戦った、慶長では合戦。しかし、9月15日の本戦で、三成ら西軍が敗れたため、12月に、家康に降伏することを余儀なくされた。上杉家の挙兵には、城地と領民を一元的に支配していた戦国、大名の聖壁を克服できず、新たな両国、合図の経営に執着するあまり、 家康統治の新体制への対応を直ざりにするという政局認識の官が、結果的に政策優先順位の策後を生み、合図政抜を起こされる羽目に陥らせたとする指摘がある。慶長6年1601年2月上旬、家康は結城秀康の取りなしで、豊光寺の西原衣装直しを介して、金継ぐに恩診させ、継承の上落陳謝を促した。 継承が兼ね継ぐと共に上落、家康に謝罪した上で、上杉氏の存続は、正式に許された。なお、去る文六四年、1595年に、豊臣の承人として、伏見邸に入っていた、継承夫人、菊姫と玄属夫人、お船の方は引き続き、徳川の承人として、伏見邸に留め置かれた。しかし海域は、免れたものの、置いたま、忍 伊達の三軍からなる、では国米沢三十万国に、現違法された。上杉家は、継承一代において、北信越の数カ国を支配する大大名から、では藩国、道の国軍の国持ち大名と、表高三十万国に対し、実高五十一万国余りへと縮小した。違法後は、米沢藩の反政確立に尽力した。慶長八年。 1603年2月21日には、幕府から江戸桜田に判定を与えられる。翌慶長9年、1604年2月には菊姫が死去するが、同年5月には、即室との間に着男、玉丸、貞勝が誕生している。慶長10年、1605年4月には、徳川秀忠の将軍宣言に参列している。慶長十四年、1609年2月には、 母の戦闘員が死去。翌慶長15年、1610年4月には、駿府で徳川家康と越見し、同年末には、江戸桜田邸に、将軍、秀忠がおなりしている。慶長19年、1614年正月には、松平忠照の居城高田城追記の際、伊達政宗の指揮の下で、天下武進を行った。同年10月、豊臣家が、 徳川家の江戸幕府への侵入を拒み起こった大阪冬の陣においては川方に起承文を提出し、先発した直江兼次と共に出陣する。10月12日には二条城において家康と越見し、同25日の死儀のの戦いなどで対抗を挙げる。この年は大阪で越年し、翌慶長20年、1615年2月には一旦米沢へ帰国した。 同年4月には、豊臣家が江戸幕府の要求した大阪からの退去を拒否したため、出兵し、大阪夏の陣では、京都警備を担当し、八幡山に婦人した。同年5月に、大阪城は落城し、米沢へ帰国する。元那5年、1619年4月には、将軍、秀忠の上落に愚部する。同年末には、直江兼次が死去。元奈7年、 1621年9月には、伊達政宗、佐竹義信と共に、秀忠から教王を受けている。玄那8年、1622年9月には、出羽山形藩主、もがみよ最上義もがみの孫の海役に際して、その居城である山形城の受け取りを務めた。玄那9年、1623年2月には、着南、仙徳が将軍、 秀忠に越見し、貞勝と名乗る。同年三月二十日、米沢城で死去。去年十九。あとは、着難の上杉貞勝が継いだ。国高の変遷はあったが、米沢藩上杉家は幕末まで続いた。墓所、遺骨は、和歌山県高野町の高野山正城新院。遺械と遺憾は、山形県米沢市の上杉屋五病所に、それぞれ収められている。 日付は対象期日以外は旧歴。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。